中原町の一角に設けられた町営による納骨堂納骨堂は骨壺に入れた遺骨を安置しておく建物である。納骨殿、霊堂などとも呼ばれる。通常は骨を骨壺から出した状態で埋葬する合同納骨塚とは区別される。日本では管理、運営の主体により人納骨堂、公営納骨堂、民営納骨堂の3種類がある。 脳骨方式としては、ロッカー式、棚式、仏壇式、お墓式に大別される。内部は遺骨を入れた骨壺を保管しておくロッカー状の脳骨壇が置かれ、上段に遺牌を安置する祭壇がついているものもある。仏教に限らず、神道、道教、キリスト教においても、同様の施設が見られる。宗派によっては中央に本尊を安置する場合もある。近年では、 屋内霊園と呼ばれるマンション形式で多数の納骨壇を設置する施設も増えており、東京都には日本最大級となる9階建ての大型のものもある。海外でも土地の少ない香港や台湾には大型のものが建てられている。利用方法は遺骨を墓を建てるまでの間、一時的に保管する場合と、墓地に埋葬せず永久的に保管しておく場合とがあり、 祭壇付きの納骨壇を持つ者は主に校舎に用いられる。基本的に納骨壇の保管区域がいっぱいになり、格納が困難になった場合は、墓地に埋葬するか寺院等が別途用意した専用の区域に保管される。納骨堂に遺骨を納骨した時点で遺骨の管理が、も主、遺族、関係者から寺院等の管理者に移行され、遺族や関係者であっても、無断での持ち出し行為は、 遺骨領独等により処罰の対象となる場合がある。寺院によって運営、管理される納骨堂。一般的には寺院内に設けられる。お墓の混流と異なり、断下として入団する必要がないことが多い。都道府県や市町村などの自治体が運営、管理する納骨堂。自治体の使用条件を満たした方のみが利用できる。多くは仏教形式であるが、 自治体によっては、浸透形式のものを用意している例もある。公益性のある法人が運営主体となり、販売を民間会社が行う納骨堂。収支や宗派による制限がないことが多い。通常の納骨堂の個別納骨とは異なり合同で、納骨する合走母スタイルの納骨施設。一般に、永代供養母、合同供養母、共同母。 ごうしととも呼ばれ、永代的に納骨される、納骨堂。収支や周波による制限がないことが多い。また、収納スペースを節約するため遺骨は骨壺から取り出して、山積みに合葬されるために個別識別ができなくなり、一旦納骨すると、遺骨の変換が受けられないことが多い。遺骨図解学教育機関においては、遺言によって自らの遺体を、 解剖実習のために提供してくれた人々に対して敬意と感謝の意を示すために遺骨を納める施設が設置されている。この場合維持管理は公の費用でなされ永続的に採取が継続して行われている。サンフランシスコの納骨堂土層をやめて仮層に変えた場合の遺骨の納め場所、参拝場所として建てられることが多い。キリスト教においても コロンバリウムと称して、同様の機能を持つものが教会内や近くに設置される場合がある。AB 合奏母、来年4月に教養開始予備広し計画、年50体受け入れ、北海道新聞人員の場合は、本堂の床下等に専用の区画が存在し、無縁物や管理されずに残された遺骨が保管されており、 脳骨堂における遺骨の保管が許容容量を超えた場合に、母種、遺族、関係者の許可を受けて古い方から順に、当該区域へ保管される九州大学院学部、大学院医学系学府、医学士学教育に貢献する、特殊検体。 白木区会活動に支えられて、http コロンスラッシュスラッシュ www.med.kyushu-u.ac.jp スラッシュアップスラッシュ modules i n f o r m a t i o n d e t スラッシュディテール php i イコール 65& c イコール 10& s イコール 40& k イコールありがとうございます。